DJ Mika。What's up? DJ Mika です。今日も大騒がせなテカ69のお話なんですけれども、突然テカ69は JG がファウンダーのレコードレーベルロックネーションと契約のサインした？する？みたいな噂が流れて、ラッパーとか有名人も反応するぐらい騒がれていました。どうやらことの発端はグーバのミュージックビデオの1分57秒あたりにロックネーションのこのペーパープレインのマークが入ったキャップをかぶってた男の人が映り込んでいたからみたいなことが噂の発端って言われてたんですけど、実はこの噂は前からあったっぽくて、ロックネーションが雇ってた弁護士をテカ69が自分の裁判の時に雇ったからっていう噂が去年からあるっぽくて、それがことの発端だっていう噂もあります。この報道を受けてロックネーションは速攻でテカ69とはサインしてないよとメディアを通じて発表しました。でね、ホット97で DJ している DJ スタックスもインスタグラムで、誰もテカ69のグーバをラジオでかけてない、誰が一番先にかけるんだろうみたいなことも言ってます。そんなお騒がせなテカ69、まだまだ目が離せそうないですね。ということで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければぜひぜひ読者登録、そして良ければグッドボタンもよろしくお願いします。最近ですね、 Twitch で DJ ライブ配信も始めましたので、よければ @DJMIKANSE こちらもフォローよろしくお願いします。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。